さあ今日はこのコーナーにお客様をお迎えしております、演歌歌手の山口美里さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。で、プロフィールによりますと、まあ、はい、単なる演歌歌手じゃなくて絵画モデルもこなす美形歌手そうなんです、はい、今は少し少なくなってきたんですが、歌の方に中心にしているので、歌手になる前に絵画モデルを、絵画モデルって具体的にはどんなことをします？まあ、主に美術教室とか、まあ、今お年寄り絵を描く方が、はい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 、そういう教室で先生がいらして、でそのバーッといらっしゃる人の前でこう静かにこう静止してじっとしたとか人物画をね、はい、人物画 のモデルです。なのでそれ服着てもちろんですあの私はあの着衣担当で、じゃあ、あの、はい、立衣着衣担当じゃない方もいた。そうですね、いわゆるヌードモデルさん、はい、それはもちろんデッサンとかね。それにしてもあれ何時間ぐらいじーっとしてるんですか？ですね、20分間を 10回します。20分間静止してて、で10分休憩して、あでも5分休憩の時もあります、時間によって。で休憩してまた20分、同じポーズ。そうです、もちろんです。あのずっとその仕上げなければいけないので作品を。はなので、まあ、着物で主に着物を着ての仕事が多かったんです。ああでも確かに実際の着物を着ている方を、はい、描きたいですけど、なかなかそんな機会ないですもんね。教室とかじゃないと。20分を10回、はあ、トータル200分で休憩入れながらね。そうですね。で1回でも皆さん仕上げてしまうんですか？その日のうちにはまあ半分ぐらい仕上げて、あとは家で仕上げる。あ家で仕上げる。また何ヶ月後かにこう美術館での絵画展で個展というかそういうのに出されたりして、あの発表の場もあるので皆さんすごく一生懸命。そんな仕事が結構あるわけですか、本数？そうですね、あの、まあ、主に広島県でしていたんですけれども。出身は広島ですか？そうなんです。ああそうですか、はい、広島で、まあ、その絵画ポ、はい、あのモデルみたいな、はい、でその絵画モデルいうのは誰かスカウトかなんかされたんですか？で、まあ、たまたま美術の先生のお知り合いから、はい、頼まれて、やってて楽しくて。楽しい。その20分間じっとしてる、どこが楽しいんですか？あのじっとしてるのはすごく苦痛ですけども、でしょ？その皆さんが一生懸命こう仕上げられる作品を見た時に、もうやっぱり素晴らしいので、こんな綺麗に描いてくれてるやんとあのそれぞれあの個性を出して描いてくださっているので、その方の、あの気持ちがとかが出るので、もう全部仕上がりが違います。そしてあのインテリアにも興味があるので、そのいただいたりすることもあるんですね、絵を。描いた作品をね、それをまた自分の気に入った額に入れて部屋に飾ったりしてるので。それは嬉しいですね、すごくあのお部屋も華やかになるし、あの来てくださったお客様も、これまたって言って、そうですって言って見てもらうのもすごく楽しいので。でそこっつ有名な先生が描いたりしたらまたすごいんちゃいます？そうですね、あの、まあ、今お世話になっているその先生は本当にいろんな賞を取られてて、東京でも個展もされたりしてるんですけど、私をの描いた100号の絵はでかいね、90万円ぐらいの値段がついて、はあ、それって聞いてます。これ要はあの図録なんかありますやんか、はい、そのね、この人一体これどこの人やろとか後ろ見てよう思うやんか。美人画とか見た時に ね、お会いしてみたいなって思ったりね。すごくこう美人に描いてくれてるとすごく嬉しい。ああ自分あの、そうですよね、実物より美化して、ね、いやいやいや元はそら美人だから、ね、美術品芸術品に自分のその関わっていくっていうのはなかなかない体験ですからね。そんな絵画モデルをやりながら、去年演歌歌手デビューしちゃったんですか？そうですね、あの、まあ、芸能活動は10年ぐらいにはなるんですけど。10年ぐらい芸能活動しちゃった？はい、歌の活動はあのちょろちょろとしていたんですけど、全国発売の CD をあの、あ CD デビューが去年いうことですか？はい、なるほど。そうなんです。それまでオリジナル、あオリジナル曲でね、はい、でそれまではその何活動をいったらどんなことしてあったんですか？あの
まあ、頼まれたら歌いに行かせていただいたり、うん、ふるさとのお祭りで歌わせていただいたり、うん、ああ一応歌手としてね、温泉で歌ったり、はい、ほうほうほう、それ地元広島中心ですか。そうですね、うん、はい、そこでどっかでスカウトされたわけ。そうですね、ね、去年本当ですね、はあ、はあ、で東京へ出ておいでということですか。東京は出てないんですけど。あ、出てない、はい、はい、あの私のふるさとの大竹のお隣に岩国という山口県の入り口にあるんですけど、錦帯橋って有名な、はいはい、行ったことありますよ、観光名所、はいはい、ございますか、はい、そこで出会った2人の恋の物語、演歌ができて、それを歌う方を探されていまして、曲が先ですよ。そうなんです。で岩国空港っていうのができたんですね、3年ちょっと前に、うんうん、あ、そうなんです。そのそれを舞台にしているので、で男性歌手を探されていたみたいですけれども、なかなか思う方がでということで、私があの歌うことになって、ほ、はい、ほんまは男性を探してたんですか。そうなんです。なので、まあ、なのでというか、あのこの山夜の岩国空港は男性の方に歌っていただくとものすごくいいんですよ。ブルース調で、あのちょっとこう石原裕次郎さんの雰囲気で、あの私も一生懸命頑張って皆さんに伝わるように歌ってますけれども、男性の方が歌うともっと良くて、そんな言う歌手の人も珍しいですよね。自分で歌っときながら男性の方が歌ったらもっとよろしいねって最近ではカラオケ発表会でも、うん、よくあの課題曲でしていただいたり、うん、歌っていただくとすごく感動するんですよ、うん、嬉しいですね、自分の曲。いや、そら嬉しいですよね。たくさんある中で選んでいただいて、うん、俺もその歌は小さい頃からお好きやったんですか。そうなんです、うん、あのもう多分3歳ぐらいから歌ってたんです。3歳から。はい、父親がずっとあの、うん、演歌というか夏メロっていうか、そういうのをずっと歌ってたので、うん、はい、それを聞いて育ったんです。ほう、子供の時から。で、まあ、演歌っ子やったわけですね。そうですね、割とそういう演歌歌謡曲が好きで、まあ、多分耳にずっとこう残ってるので、うん、それをもう歌ったり発表の場が、いつか歌手になったなりたいなということで、その、まあ、メジャーデビューの夢がついに叶ったということですね。そうですね、まあ、夢一旦は諦めて、うん、女の幸せを求めたこともありましたけれども、女の幸せ求めて演歌の世界に、歌のようですね、うん、これでも今はもう歌に、そういうのその求めたけど、やっぱり自分が最初に志したものは引っかかりがあったということですか。引っかかり、きっかけがあったんですね。父親が大好きだった父が亡くなったことがきっかけで、思い出の歌をもう一度頑張ってみようと思って、はいはいはい、はい、なんかちょっと背中を押してくれるような出来事があったいうことですかね。そうですね、まあ、秘めたものがあって、すごく、まあ、一時期落ち込んでしまって、はい、で自分でこう元気を出すためにも、あと周り の, あの友人なんかからも言われて、歌をしたらということ で, で自分を盛り上げたのがやっぱり歌に行き着いた。結構悲しいことのその先にはまた違う世界があったということですね。それを乗り越えたら。そうですね。ねえ、はい、そうです。で、今は広島を拠点に、はい、活躍されているということですが、はい、近々あの、はい、いろいろディナーショーとかあるんですよね。はい、一番近いところでは12月25日。お、クリスマスですよ、はい、この日曜日。はい。ホテルグランビア大阪で。お、鳥羽一郎さんクリスマスディナーショーに一緒にしていただきます。であるんや。え、鳥羽一郎さんとももちろん交流はあるんですか。え、まあ、鳥羽さんがこう歌われまして、途中であの歌わせていただくんですが、はい、歌ってちょうだいよ、はい、言われたわけですか。いや、そういうわけではないんですが、今大阪のエムズプロモーションにお世話になってまして、あのいろいろなあ、お話がね、はい、いただいて、鳥羽さんとまた一緒いたらまたこっちですやん。そうなんです、あの今夜の岩国空港頑張ってるんですが、うん、はい、これが山口県 の,、はい、あの舞台にした歌で、ええ、そして鳥羽一郎さんのヒット曲で兄弟船というのがありま す,、はいはいはい、ますね。兄弟船の作詞家の先生が星野哲郎さん、でその星野哲郎先生のふるさとが山口県なんです、ね、ああ、そうですね。はい、あ、そんなつながりは、あの私も星野先生の作品もあのディナーショーの中で歌おうかなと思っております。ですか、はい、こちら12月25日の日曜日ですね、はい、ディナーショーが5時から夕方の、
あ、ディナーが5時から、はい、でショーが6時半からですね、はい、夕方のということになっております、はい、こちらは問い合わせとか言うとった方がいいかな、ホテルグランビア大阪かな、はい、はい、ご予約お問い合わせは受付時間が10時から18時になります。ホテルグランビア大阪、大阪06-6347-1433、大阪06-6347-1433までお問い合わせください、はい、その他はどうなんでしょう。あと今日は神戸に来てるので、神戸のお話もさせてください。はいはい、4月、25日、はい、神戸市4月25日ね、はいはい、こちらと同じで、はい、4月6日が明石です。あ、4月6日が明石、はい、4月25日が神戸で、おパク・ジュニョンさんのコンサートにゲスト出演させていただきまして、はい、この方韓流あの歌手ですね、はい、はい、で、このショーに出演されるという、ね、はい、公演ラジオ関西って書いてますわ、はい、本当ですね。4月6日は明石市立市民会館でね、お昼3時開演ですね、はい、で神戸が25日です、はい、時間は出てますか。あ、それ含めてじゃあ、問い合わせ先はどちらに言ったらいいですか。そうですね、こちら、はい、エムズプロデュースさんの方です。エムズプロデュース、0663512291ですね。あ、はい、あ、078の方ですね。はい、これは明石の方ですね、はい、市民会館ですね、はい、で、はい、M ズプロデュースでいいんですね、はい、はい、0663512291という、これからじゃあまた関西でもいろいろ活躍をしようという、はい、ことですね。演歌祭り、はい、これはこちらはですね、はい、私見晴らし温泉広島にあります。広島のね、あ、地元でね、観光大使もさせていただいてまして、話をしながら、はい、そちらでもこういろんなゲストの方をお招きして27日に、これは12月27日というね、はい、はい、たくさんイベントありますんでね、ぜひまた皆さんぜひチェックしていただきたいと思います、ね、していただきましょう。じゃあこのコーナーお別れには、その、夜の岩国空港を聞きながら、お別れしたいと思います。これからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、山口美里さんにお話を伺いました。それでは夜の岩国空港。